アリー・アラタス・アリー・アラタスは、インドネシアの外交官である。1988年から1999年まで、外務大臣を務めた。インドネシア・ジャカルタ生まれではあるが、南アラビアのハドラマウトから移住してきたアラブ移民の子孫である。父アブドゥッターは、乱量東インド時代の人民議会の議員であった。血統は、イスラームの預言者ムハンマドまで遡ることができる。 1954年、22歳で外務省入り。1982年、インドネシアの国連大使に任命され、一時は国際連合事務総長のポストも取り沙汰されていた。1988年3月、インドネシア外務大臣に就任し、スハルト政権下で3期、ハビビ政権下で1期務めた。アセアイ検証制定に重要な役割を果たし、 アセアン県人会議のメンバーにも選ばれた。東南アジア地域の紛争地域で和平交渉を行うこともあり、カンボジア和平や東ティモール独立に役割を果たした。2003年には国連特使に任命され、2005年8月18日から3日間、ミャンマーに滞在し、アウンサンスーチーの解放に向けた調停を行った。2008年12月11日、 脳卒中の治療のため滞在していたシンガポールのマウントエリザベス病院にて、心筋梗塞のため76歳で死去した。ABCDE ュン、不法、アリアラタスさん76歳イコール、元インドネシア外相。毎日新聞。h t t p 毎日 j p セレクト、パーソン、ニュース、2 0 8 1 2 1 2 k 0 0 0 メートル 06002000CHTML2009 年1月5日閲覧。デメ、ソライトマジャ、アラタス、ストロングアドボケートオブアセアン、ダイズ、ストレーツタイムズハット、A グッドフレンドオブシンガポール、トゥデー。 http://www.todayonline.com スラッシュアーティクルズスラッシュ 292080.asp2008 年12月19日閲覧。外務省。アリアラタス元インドネシア共和国外務大臣の政教について2009年1月5日閲覧。ありがとうございます。